防護術で居合と縁抜きを指導し、棒、薙刀、槍、まあ、やわらと幅広い武術を伝承しているものです。加藤宗家は、千葉県無形文化財に指定されています。桜本部、八幡本部、市原支部と、それぞれの支部ですね、伝統を伝えているということで、はい、すごいですね。歴史のある複合法人ですね。千葉県無形文化財に指定されています。すごいですね。めちゃくちゃ準備がありますので、それではね、ミニング一番新聞の皆様方、よろしくお願いいたします。
総合弁、辰巳優、市原支部の皆様でした。